あの水増しで来てましたけどもまああのやっぱ笑顔がなかったはいそうだねはいそんな真顔でな真顔でなあの一緒にやりあのやりたい人募集とかって言ってもそんな真顔こんなおっさんの真顔が言われてもなはぁみたいになるからいやおもろいのがええねんおもろい、うん、おもろい、まあまあ、いろいろ授業をやっていくで、まあ、一緒にやるも含めてね、はいどんな人がいいかなと思って、どういう性格も含めてね、まあ外見も含めてね。外見って何の関係ないですか、はい、何の話、授業をするのに、どういう性格がいいか。はいはいはい、そうだ楽しみ。あなたどうよ。私ですか。ああまあ、いろんな経営者さんと会うやんか。ああ、会うやろ、はい、あって、いろんな人、いっぱいいろんな人おるわけです。いっぱいいますね。うん、うまくいってるところの経営者さんよ。うん、じゃあ、どういう社長さんよ。うまくいってる経営者はね、まあ、だいぶやっぱ明るいね。明るい。明るい。うん、で、周りに番頭みたいなのがおるわね。番頭な。番頭みたいなのがいる。うん、番頭みたいなのがいるな、うんうん、はい、でであかんとこはあかんところはねあかんところは暗いやっぱりそれは何でも言い当たるけどねそれは売り上げが悪いから暗いそれは暗いから売り上げが悪い暗いから売り上げが悪い、うん、それは暗いから売り上げが悪い暗いあかん売り上げが悪いから暗いんじゃなしになるほどなまあただ何の話やったっけ元に戻るとどういうふうな人間性格になってからあかんかっていうことか、はい、まずイラッチやろ経営者さんってイラッチやと思うよそれはもう仏のような顔しながらやで、はい、あのスタッフさん従業員にもコミットしてるやろうけどそれはもうイラッチやと思う頭の中はやっぱスピード感あるもん、うん決断とか決断力がいいよねそれがもうそのまま、うん、ああ言ってる間にもう、チャンス逃すもん、うんうん、決断と責任ですか、まあ、責任は当然やけどな、うん、これもう従業員や、いる限りはもうやっぱり絶対的に責任がなかったらだからあの昔今と昔ってよく言うけど今形が違うって言うけども基本的には従業員さんってやっぱりファミリーみたいなもんなんで、うん、そういう扱いしていかんと、うん、うまくいかんと思うわやっぱりどうしてもな、うん、まずそこやと思うでイラッチャーと思うでそうですか確かにスケジュールに関してはきっちりやっていくわね、うん、進めていかんと前に進まへんもん、うん、毎日ビジネス前に進めていかなあかんから、うん、でやっぱりあとはな多分なためらわず改革すると思うわ、うんうん、それはもう自分のためじゃなしに自分の会社を良くしていくで従業員に良くなってもらいたいっていう一心でおるから従業員の生活もね良くなってもらいたいっていう一心やから改革はためらわずやると思うわだから多分なものすごいスピードで改革革新してると思うよしっかりしてる会社ってスピード感がスピード感ねああっていうことはスピード感ってことはやっぱ決断力が早いってことよで決めたら実行するのもスピードが早いってことやと思うわでもあかんかったら引き際も早いと思うよなるほどね、うん、だからなんちゅうんこのなかなかそれは難しいかも分からんけどもあのここどうしようああしようって言ってる間もないし、うん、でもしそこで失敗したとしても切り返しが早くしていかないといけないと思う絶対失敗しないっていうことなんてないんで、うん、いや会社が潰れんじゃないよ一つの事業がこれちょっと違ったなっていう時もあるやんちょっとコンセプトも変えなあかんとか、うんうん、で一つの見方だけ例えば何か一つをこう見ても、うんこの方向しか見られへんかったらやっぱり事業って成功しにくいですよ変わってきますからマーケットもいろんなマーケット作っていけるんでんその辺の感覚違うんかなその感覚は俺なんてこう口でなんて言うんだよそういう感じっていうのまあ柔軟性があるというねで面白いと思うわ多分儲かってる会社の経営者さんって多分ちょっと面白いと思うと思うわ、ねうん、っていうことは発想がやっぱり柔軟なんやと思うわう発想力がなうんだ一つだけ見てるんじゃなしに前回の話じゃないけど世界見ていくとまた発想力が、うん、マーケットがそれだけ大きいって考えるだけでも全然考え方が違ってくるし、うん、なるほど
要はまああのイラチね、イラチがいい。それはもう大前提やで。なるほど。それは大前提やろ。のんびりしてられへんもん。そう。じゃあこれが起業する前に会社員で勤めた時からそういう性格やったんかって言ったら、そういう時からそういう性格やったもん。俺がそうやったから。ああそう。うん。うん、のんびりしてられんかったわ。そう、うん、あのマグロとかカツオみたいにいつも覚えてなかったらもうダメっていうタイプやったんで、往々にしてそういうタイプの方が多いんちゃうのか。俺いつもこれあのうちのスタッフにも言うよ。この間も話したのかな。まあ確かにイラチはイラチやね。ああ、これスタッフに話したのかな。今会社員でしょと、ね、で自分で独立してこれから起業したいんであればね、今会社員だから自分のお給料はこれだけやから、うん、自分のお給料ね、30万円と30万円でしょや、うん、これだけやからこれだけの仕事はしませんよっていうやり方してたり、あとまああのサボる方が得やとか、うん、ね、多いね、マックスの力出さん方が、うん、マックスよ、うん、力出さんとセーブしてる方が得やと思ってたら、でも事業自分でしたら全然違うことできるんだと、うん、違うマックスでできるんだと思ったら大間違いよっていうことを教えた、うん、伝えた。無理なんよ、うん、突然じゃあ授業自分でやります、その時は走ります、マックスで走りますかって、全力で行けますかって、うん、なれんのよ人間っていうのは、うん、無理なんですわ、ね、うん、だからもうその勤務、要は会社員として仕事してる時点からその姿勢の人よ、やっぱり、うん、起業する人って、うん、それは自分自身の中の問題もあるけど、自分の問題もあるけども、そこに今会社員としてあなたがこの見てるとかね、勤めてるとするやん、店舗ビジネスでもええわ、営業マンでも何でもええわ、勤めてるとか見てた、その人が惰性じゃないけどマックスの全速力で仕事してないと、そこにいる顧客、クライアント、顧客ね、同僚、社長、上司、みんな見てるわけですよ。その人がじゃあ突然ね、辞めます、起業します、マックスでやりますって言ったって無理なんよ、もう周りから見ても顧客もついてきてくれない、そこの顧客は、まあ、取るわけじゃないけどね、その姿を見てるからこの人はこういう人なんでなるわけやから、わかる、言うてるの、うん、だから大前提として、会社を辞め、会社員としてマックスで仕事できないとか、起業者ってまずうまくいかないですよ、うん、どう今まで見てて、じゃあ会社辞めます、でじゃあどういう人か端的に言うわ、俺会社辞めます、社長1ヶ月後に会社辞めてもう自分でやると思ってますって言った時に、ちょっと待ってくれ、この子がおらんかったらうちは潰れてまうって言える人、言われる人間にならないダメよ、まずは。ああそう、ああいやこれやっとらんやったっ思われてるよう、じゃあ事業やっても成功しませんよと。確かにそう、間違えてる人いっぱいおるのよ、今日3つ目、ええ話でしょ、うん、まあ、ものすごく間違えてる人おるのよ、自分でやったら成功するけども会社員ではマックスの力出します、そんな無理無理、まあ、会社員の時からでもマックスじゃない、あ、そういう、そもそもね、事業やって成功する人ってじゃあどういう人かというと、会社に重宝されてるんですよ、でしょ、からその会社で例えば営業もやったら、勤めてる会社でろくな数字も出せんとね、のらりくらりしてる人が、会社に重宝されてない人、こいつ早めんからって思われてる人が、事業やって成功するの思う、思わない、ね、その人のもそこ、人間性がもうそうなっちゃってしまってるんだよ、だから会社員であっても月給30万円だからこれぐらいしかしませんよじゃなしに、前から言ってる、前のずっと動画でも言ってる、8時間しか仕事しませんよと、で家帰ったらお笑い番組見て遊んでますよと、であったら事業無理ですよと、これ見てる人は24時間仕事するぐらいの勢いで会社員の時でもおらんと無理よ、でしょ、それが根本のところでかな、これどこにある、いやそうやね、これ大きいよ、いや大きいねって当たり前やね、いや その通りだと思う、そうやろ、だからみんな間違えてるんよ、そもそも考え方が、まずはだから今会社員で勤めてる人で、将来俺は会社作って自分でやるんだという人は、今全力で走りなさいと、重宝されなさいと、でお前がおらんようになったらこの会社はもう潰れてしまうんだという人間になりなさいよと、そしたらこの間のずーっと今まで言って月給100万もありえるかもな、ひょっとしたら、だからその時は事業を自分で起こして月給100万がもう目標じゃなくなる、その時には事業を自分で起こして月給300万とかの目標になってくるから、本当
分かります。時間給で動くなんて動いてない。俺の時間で100円ぐらいだった。そうか。なるほど。100円や俺の時間。100円。あいつはこれで終わり。そうですか、時間の差し10万円かと思って100円。はい、これで終わり。